時です。打撃で、まあ、打たないまでもジャブの当たるぐらいの距離に距離詰められて、そうするとどうしてもこのパンチを意識するので、そこで、上を意識した状態でクラッチ、このクラッチをされたことによって、あとは引くだけでもうテイクダウンを許してしまった形です。なので一つは距離詰められる前に横の動きを使ってそこから脱すること、が大切ですし、タックのこのモーションが見えたときには右バックステップで逆ランチをこういうステップですね。逆へのこういうステップです。こういうステップ、パンチで詰められて片足タックル、そうなったらこういうステップ、これは両足タックルでも同じで、パンチで詰められて両足した時もこっちです。この左半身を遠くすることが大事で、左半身が前にあるままだとスクロールしてもバックまで回られてしまいます。一旦切ります。はい、でステップで触らせなければ一番いいんだけども、取られてしまった、取られてしまった動画がいきます。取られた時に大切なのは、一つはこの左手の使い方、今回は何も使っていなかったので顔を切るという使い方、あと右手はコテを抱えておく、コテというのはこのコテ投げのこのコテ、右のコテ、左に取られたら右を抱えておいて、こっちね、こういう形で抱えてます。抱えた状態で顔を切る、下から上、顔は下から上で、この左足を上から下に、このようにすると、クラッチと顔面が遠ざけられる形になります。ゆっくりやります。入られて、顔を切って、コテを入れて、で、コテも上、コテも上で、こっちコテも上で、この顔の切りも上、で、足だけが後ろ、こうするとクラッチ我慢できなくなります。それで、まあ、首相撲につなげてもいいし、プッシュして、また離れてもいいしというような形です。はい、もしくは入った瞬間に半分、あ、ちょ、クラッチして入った瞬間に、もう一回入った瞬間にクラッチされてるけど、クラッチされてるけど半分スプロールできる、だったらさらに顔も切りつつ、顔を切るというのは顔が上がっていれば顔を下から切りながら足を後ろ出し、頭が下がっていれば上から潰しながらという形になります。その瞬間スプロールした後にその次の展開がどうなるかというのは、その時の判断で、今だったら上から潰す、潰してちょっと右に右に回る、入れた時にスプロールして顔が上がってるなと思ったら顔を切りながらという形になります。まあ、そのどちらかになるかと思うので、練習するときも真剣にしっかりクラッチ取りに来てもらって、もしくはわざと取らせた形から、反復する必要があるかと思います。今回打撃行き過ぎて前にパンツが行き過ぎてこう組んでしまったような状態、その時にこう、まあ、柔道の癖が頭を抱えてクリンチするような状態がありました。頭を抱えてクリンチすると相手にこの内側もろ差しを取られやすい、もろ差し取られてしまうとそこでさらにこういうテイクダウンをしなくていけない、テイクダウンされてしまいそうになるの、それが怖くて今回は
相手に振られてスタンドバックのような形になりました。で、この時も大事なのは、一つは小手、小手が大事で、バックに回らせない動きというのはこの小手です。この小手が効いてるとこうバックに回りきれないというのがありますし、距離が詰まった時点で頭を抱えに行く動きよりはアンダーフック、下から脇を刺す動きがバックに回る動きを、バックに回っていく動きをこの動き、バックに回る、この動きを止めるのがこの脇差しです。これを止めるのが脇差しで、脇差しは、例えば頭抱えているところが脇を刺すと、脇だけ刺しても腕が殺されているので、そのままバックの時にこうバック取られちゃいます。手だけこうなっても脇差しとして効果がないので、なので脇を刺す時はしっかり腰を落として下から上に差し上げるようにという必要があります。またラインでも話しましたけど、この物差しのような状態取られてしまって、こういう時に差し返すのに、例えば今だったら頭が右側に来てるんで、この左手で小手を振る、小手を振る、今クラッチ離れちゃいましたけど、なかなかクラッチ離れまではいかない、クラッチ離れまではいかないんだけど、この空間にこうやって一瞬スペースを作ることができるんで、ただスペースできているのは一瞬です。一瞬だから姿勢作りながら次に差し返す、そして差し返したら相手の下に入る、左手で投げて右を次に入れます、したら自分が下に入る、この形、まあ、相手を絡んで押し付けてもいいです。テイクダウンしなくてもテイクダウンされてから攻めたらできます。今何分になってる？今3分15です。この差し返し反対もやりました。今頭が右に来てるんで、右の小手で挟んで投げを打つ、投げた瞬間にこの左を差し返す、左を差した瞬間に左を強くするためには左足を前にで、下から上、そういう力入らないんだけど、こういう形でゴムゴムの状態に持っていく必要があります。まずここまでかながとても大事で、これもさっきも言いましたけど、これも手だけで刺しても刺し切れて、下から上に刺し切れてないんで、このまま固められて、例えばこのままテイクダウンされたり、そのまま左を見る動きでバックされたり、左を見る動きでバックされたり、こういうバック取られるとかなりピンチになっちゃうんで、もろ出しを取られるの良くないんだけど、取られた時には小手を振ってすぐに差し返す、この練習は必要もあるかなと、前回のスパーリングを見て。ああ面白かったね今。Roll out, roll out. You got the other way. Screw us a little bit more. Get out. You gonna start a mountain next time? I'm gonna start your third time already.